野村森秀野村森秀から1873年5月21日は幕末の薩摩藩藩士。明治維新後に初代埼玉県令となるが創生した。通称は創七。幼くして実父、野本綱とを失い母の手で育てられる。やがてその際を見込まれて同じ薩摩藩士の野村家を継いだ。百六十四年長崎を訪れた際に 同じ薩摩藩士で撮影戦争の際にイギリスに密航しようとした疑いで追われていた五代とも厚と遭遇する。だが五代の広い世界を見たいという情熱に打たれた野村は五代のために弁明書を書いて斜面を得ることに成功した。1867年のパリ万国博覧会に薩摩藩が独自に参加した際に過労を言わした方平らを団長とする訪問団に加わって フランスを訪れた。1868年に、長崎裁判所判事件九州人武士参謀として、九州地方の平定に尽力し、翌1869年そのまま、長崎県知事に転じる。1870年に、松方正義の公認として、北県知事に転じ、廃藩置県後に、北県が廃止されると、初代埼玉県令となったが、 在任中に43歳で病死した。北県知事時代に当時管理園で学んでいた清浦敬吾に目をかけて埼玉県令天任後に呼び寄せている。埼玉県職員を振り出しとした清浦は官僚政治家として活躍し、後に内閣総理大臣となった。ありがとうございます。